街はきらめくファッションブルー、ウィンクしてる every night、 クラスの中のファッションビー、一口だけで fall in love、 甘いメロディー、風に乗れば今夜、秘密めいた扉がどこかで開く、だったら完全にアウトよ。なにそのざまは、しつこいのは私のタイプじゃないのよね。年だけで十分だもんね。これじゃあ今度の仕事は見送った方が良さそうね。北南銀行の金庫室にはこれと同じものがあるわ。大丈夫だってね、ひとみよね。え？あまり信用できないけどやってみますかね。瞳どこ？瞳どこに隠れてたの？瞳その絵やったね。これが明日、日曜日の夕方、北南銀行に預けられるショーの終わり身よ。お父様がとても気に入っていたものの一つだわ。渋。ショーが終わった後のスモーキングブルースってわけね。仮面を取る前の一人ぼっちの安らぎ。お父様、きっとそんな生活を送っていたんだろうな。でも考えたわね、アイ。そのメカをカメラに取り付けるだけで1分間偽の映像を送ることができるか。やるもんですな、うちのメカニックも。まあね。これで月曜日の朝にはショーの終わりにはいただきね。ちょっと、月曜日って絵が預けられるのは明日の日曜日でしょ。そう、でもいただきに上がるのは月曜日の朝。しかも颯爽と表玄関から北南銀行の店長に送られてね。お宅様の名画を。ええ、こちらの金庫室はとても素晴らしい防犯設備がおありと聞きましたわ。大きな取引の前に大事が起こっては、私どものような小さな画廊はひとたまりもありませんもの。しかし明日の晩というのは。存じ上げておりますわ。明日の晩、例のショーの終わりにがお宅へ預けられるということ。どうぞご心配なく。
私も画廊を営むもの、そのくらいの情報は。だからこそ安心してお預けできると思ったんですの。お願いできますわね、店長さん。はい、確かに私どもが責任を持ちまして。さあ、あなたも記録に挑戦。キス最長記録を塗り替えるのはあなただ。嫌よ、嫌だったら。いいじゃんか、いいじゃんか、ほれ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 。どうしてこんなところで私たちがキスしなきゃならないのよ。トシやめてよ。みんなで広げよう、ダブキスの輪。おそっ、ダブキスの輪。嫌だってば。トシ、キスは長ければいいってもんじゃないわ。いい加減に観念せんかい。いやあ、ベロッベロ。絶対絶命、愛という密室で二人仲良く空気分け合っちゃうんよ。密室？そう、でもいただきに上がるのは月曜日の朝。しかも早速と北南銀行の店長に送られてね。そうか。お仕事ご苦労様。ぐそー、いつもいつもいいところで。何を考えてんのかしら、もう。来たか、キャッツめ。ショーの終わりが美術展に移される前に北南銀行の金庫室からいただこうというのね。課長の読んだ通りですわ。今度こそキャッツアイも最後ね。これであのカメラがバッチリ奴らの正体を捉えてくれるというわけだ。ちゃ、またそれだ。キャッツのことだ、とっくに調べやつけてますよ。そうそう、カメラを意識して花柄のレオタードで現れたりしてな。課長、いいっすか。キャッツはですね、これまでいくら追い詰めても正体を暴けなかったんですよ。ショーの終わりにの完全警護が必要です。ああ、大層な口を聞くじゃないか。え、それもこれもみんなタコ刑事がボロボロ取りこぼしたからじゃないのかね。タコ刑事、それは一体 誰のことですね。課長、課長、 まさかそうだ、そのまさかだ。いくら課長でも部下に対して言っていいことと悪いことがあるでしょうが。え、あなた。いや、内海君、お前に対してそういうことはない。課長、タコ呼ばわりされて、その上人のキスまで邪魔しといてですよ。ん、キス、なんじゃそりゃ。あ、いや、あのとにかくこの宇都宮投手は俺なりのやり方でやらせてもらいますからね。勝手にせい。相当メカのコンプレックスが終わりのようね。うさい。この金庫は三重になっておりまして、第一の扉は厚さ20センチの鋼鉄製、お次は超合金の格子でございます。そして最後の扉は厚さ40センチの超合金。まずこれならばキャッツアイも侵入できませんでしょう。そしてこれが防犯カメラですわね。はい、警備モニターで24時間見張っております。安心しましたわ。キャッツアイの予告があったと聞いた時はどうなるかと。見て。お、あ、ちょっと足。それでは明日の朝引き取りに参りますわ。よろしく。愛のやつ、優しくないよ。あの店長さん、お姉の足ばっか見てたね。ちょっとサービスしすぎたかな。お、来た来た、時間通りのご到着ですな。行くわよ、愛。イエーイ。
よし、そっとだぞ、そっと置け、どけどけ。よし、護送完了、物を確認する。え、ここでですか。赤門、警察官たるもの常に確認を怠るものじゃない。おお、嫌に張り切ってるな、宇都宮刑事。あんな防犯カメラに任せられないって言ったでしょ。よし、確認 OK。 さあ、納得できたらモニター室にご一緒しましょう。なってるよ。ルイオネ、恨むわよ。足の形崩れたらどうしてくれるのよ。しかし気に食わないですね。あのカメラがストップしたらパーじゃないですか。そのようなことはありません。カメラはすべてコンピューターの自動調節でコントロールされています。万が一にも。それはそれ、そのメカ崇拝が怖いですよ。過去キャッツアイに何一つメカが通用したことはないんです。人間最後は体で勝負です。ほとんど重傷だわ。あなたの恋人じゃなくてよかったわね。うん、パスパス、あの手はボクちゃんの趣味じゃないっつーの。さ、そろそろよ。単なる画像の乱れでしょう。いや、違う、三台一緒に乱れたぞ。おい、うつみ、いい加減にせんか。コンピューターがあれして何してるって言っとるだろうが。何言ってんですか、あなた。おい、あさったり君、出前頼む。出前？上寿司三人前、俺はあの金庫室で張る。がっくりと。おねえ。呼び合うのね、恋人同士って。10秒あるわ。よし、来た。あ、松寿司さん、警備室ですが。今井戸、お松寿司です。はい、常任入り3人前。はい、毎度あり。もう、どうして僕が出前まで聞かなきゃならないの。仕方がないわよ、電話線引っ張っちゃってあるんだから。あ、お松寿司さん、北南銀行の警備室だけどさ、ジョーニギリを。よしと。はい、どうぞ、カメラさん。しかし、本当に入るんですか、刑事さん。本当にって、店長さん、まるで絵が盗まれてもいいみたいじゃないですか。いえ、そんなこと とんでもない。それなら結構、行ってきます。たく、どいつもこいつも近代メカに気使いよってからに。どうし。はい。あのタコ、何を泣いとるんじゃい。念願の絵の近くに行けたんで感激してるんですわ。わさびをたっぷりって頼んでやったんだわさ。そのうちお茶を入れてあげたくなるんじゃない、敏夫さんのお尻の下の彼女。かほー、うめえ。おい、ひとみ、茶だ。茶なんぞ持ってこい。なんちゃって。もう、この場で初対じ見られたって困るのよね。
暗くしやがって新婚家庭までめちゃくちゃにする気か。やい、性格悪いぞ課長。ほら課長。何、停電？そのようです店長。なんということだこんな時に。まあちょうどよろしいんじゃない。お食事もしたようだし一眠りするには。何を言ってるんです。ひとたび停電すれば照明はおろか金庫室の空調設備は全てストップしてしまいます。なんだって ストップ。 しかも20分以内には完全にあの中から酸素はなくなります。そんな。店長すぐに金庫の扉を開けるんだ。無理ですよ。このキーはスイッチに当たるもの。電気が切れたら扉は開きません。おねえ。瞳には例の万一のための。それはバッチリだけど、問題は敏夫さんか。なんだ急に苦しくなってきたぜ。おい、酸素がどんどん少なくなっている。ふふ愛という密室の中で二人仲良く空気分け合っちゃうんよ。ところがそれができないのよね。あざたり君、特殊班を呼べ。金庫の扉をぶっ壊すんだ。そんな、あの金庫には莫大な金がかかってるんですよ。安月給といえども命を金庫で引き換えにできるか。あざたり君。はい。あと5分で完全に酸素はゼロ。扉を壊したところ、しのごの言うな。特殊班に女性がいたかしら。近寄らない。その素敵なおみ足が溶けてしまったよ。トシ、気がついて。お邪魔虫参上。
おお、ごめんね、図書さん。どうしよう。さあ、早く。これより、刑事を病院に運びます。おお、きっかり5分。特殊班すごい、特殊班えらい。金庫が…宇都宮刑事。ああそれじゃ今のは…やっほー、やったね。まったく派手にやってくれたよ。死ぬかと思った。にん、いっそ二人っきりで死なせてほしかったんじゃない。こそたく、あんなカメラ当てにするからだ。絵は盗まれるし、誰一人特殊班がキャッツアイだと気がつかないなんて。はしかし、確か昨日の晩は瞳とキスしたと思ったんだけどな。もう分かったわよ。死に際で私を思い出してくれたって言うんでしょ。どうせ思い出すんだったら、もっと濃厚なラブシーンを思い出せないの、お二人さん。大胆なご意見。あ、そういや、ルイさんは集金、人に預けて儲けるのが趣味でね。はあ。でも、私どもの絵が無事で本当に安心しましたわ。母、途方もせめてもの慰めにしております。あ、味覚の割には結構軽いですな。ええ、ショーの終わりにほど高価なものではありませんもの。しかし、キャッツアイの予告日は月曜日の朝だったので夕べ来るとは。ショーは確かに月曜日の朝に終わったようね。死神には銃弾がふさわしい。人間は標的じゃないんだぞ。